どうも皆さんこんにちは、イヤです。イエーイ。はい、ということで今回の企画はですね、ドゥドゥン、2022年お世話になった人におせち料理を作ってみた。はい、今回イヤが作るのは栗きんたん、伊達巻き、両方伊達巻きっていうの、うん、を2つを作っていきたいと思います。はい、初めてです。初めて作ります。はい、私は食べる線なので初めて作ります。あ、でもちょっと2022年たくさんねお世話になった人もいるので、その人たちに愛を込めて作りたいと思います。よし、始めます。じゃ、まずどっちからやったっけ。栗きんとんの方が時間がかかるらしくて、まず材料はじゃじゃん、こちらで材料を使います。それではじゃ、まず最初に芋からやっていきます。なんかさ、栗きんとんが芋っていうのがさ、今日初めて知ってんけどさ、すごくね。みんな知らんかも。みんな知らないですよね、多分。あんまり分からん。料理する人は知ってるか。あの、前も言ったんですけど、この編集してくれてる子たちじゃないやな、方が、あの、料理の免許持ってるらしくて、なんで来てくれないんですか。今日料理企画ですよ。そろそろ会いたい、いてほしい。料理企画はマジで。あ、こんな感じ。もう一個剥きます。あんまり、あんまだめ。いいよな、うまくなってる。それな、なんかこれストレス発散になるわ。 OK。 そしたらこの芋さんたちを切っていきたいと思います。じゃあどっち切んやったっけ。3センチぐらいの輪切り。硬い、やばい、硬すぎ。握力の問題がある、これは。硬い、なんじゃこりゃ。 OK、 よっしゃ。これを水に10分浸かします。じゃあその間にもう一個のダーテ巻きを作っていきます。よし、卵4つ。ワン、ドリー、フォー、オッケー。砂糖が大さじ2、まず1、オッケー、2で、塩は、塩、少々、オッケー。そしてみりん、みりんは大さじ1だ。もう1個ぐらいですか。なんかちゃんと料理してるっぽいね。絵的に、絵的にね。そしたらめんつゆ大さじ 1.5。 1.5。 あとは半ペンを細かく切る。何、半ペンって誰。何これ、全部入れるの。全部で。そしたら混ぜる。あと蜂蜜もいってもいい、甘くしたかったら。甘くしたい。じゃあちょっと私甘くしたいので蜂蜜を。プーさん。 OK。 でこの入れていいのかな。そしたら混ぜるんですけど、混ぜるのがここにこれしかないということで、これで混ぜます。混ざるか、私これで混ざらんかったら話にならんぞ。話にならんぞ、これで混ざらんかったら。もうこれアイロン。卵だけがすごいことになっちゃってるよ。ダメだ、これは。これ失敗やん、絶対。伊藤さん、だいぶやばいって。なんか潰せるやつ、キベラとか。卵だけやばいことになってるって、ね、ちょっとで空気を抜くというか必要です。切ります。さつまいもちょっとだけ水を入れるのかな、新しく。こんぐらいかな。じゃあさつまいもを煮ます。まだ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 なので、私は携帯でも煮ます。最
近携帯の iPhone ケースを買いました。さつまいもさん頑張って。待って、インスタ20万人様言ってるんですけど。待って、嘘。待って、みんな待って。だって今年年内中に絶対20万人様行きたいっていう願いを込めながら私インスタ頑張ってたんですけど。待って、皆さん見てください。嘘でしょ。待って、超嬉しいんですけど。待ってね、嘘でしょ。待って、ドッキリ。待って、ねえ、激アツ。待って、みんなありがとうございます。ほんまにありがとうございます。やばい、もう水ないやん。もう一回これで行ってみよう。そしたら何か入れるんでしたっけ。潰したら入れる。うん、もう入れちゃいます。砂糖ですよね。砂糖何杯。砂糖 50g。 1、2、3で混ぜる。で、よい。そしたら入れます。みりんを多少と大さじ2。蜂蜜大さじ1。で混ぜる。塩一つま。めっちゃいい。いい感じですか。めっちゃいいですよ、見てください。おー、いい。めっちゃくないですか。うん、よし、じゃあ栗入れます。2ぐらい。完成できました。では後で冷やします。はい、じゃあ2個目に移っていきたいと思います。あれになってる。これで15分。じゃあまた15分後。切らないといけない。黒い。ちょっとできたので見てください、この黒さ。あ、でもホットケーキぐらいの感じ。これでなんかね、周りを切るみたいな。とりあえず切っていきます。 OK。 そしたら巻く。こんな分厚いの巻けるの。これ合ってる巻き方か。いけてる。どうかな。あ、ぽい。横ぽい。見てみ。ぽいぽいぽい。これで固定しておく。ぽい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 。いいんじゃない。無理。これで完成。じゃあ、あとはお皿に出していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきます。じゃあ結構時経ったから。おー、すごっ、まとまってる。じゃあ切っていきます。すごくね。すごい、綺麗くない。まあまあ、せーの、完成。じゃあこれを今年お世話になった人に送りたいと思います。そうだね。送ります。うん、じゃあ実食してみます。一応してみます。うん、はい、じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。見て、美味しそう。うん、結構美味しい。うん、じゃあこっちの栗さん。
大成功。マジ美味しい。ね、やるやん、こんなおせち料理なんて。作れちゃいました。これをじゃあ、マサになった人に渡しに行きます。ということで、この動画、結構成功したんじゃない？いや、惚れたと思った人は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。